見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。若者は社会をどう見ているのか。先の衆議院選挙の投票率は戦後番目に低い結果であった。以前から若者への啓発の必要性が指摘されてきたが、今回も若者の投票率の低さが目立った。この結果は大変残念だが、しかしだからといって、年配者の想像や憶測に基づいて、若者を一方的に問題視するだけでは埒が明かない。教育関係者をはじめ多くの論者たちはむしろ、若者に寄り添いながら、若者の葛藤や不安を把握し、それらを解決していくことこそが重要だと指摘している。それゆえ、彼らはこう問うている。若者は社会をどう見ているのか、と。本校では、この問いを重視する立場を、若者共感論、と呼ぶことにしたい。若者共感論は、若者自身の視座を重視する点で、若者と真摯に向き合っているように見える。けれども、本校ではあえてこう問うてみたい。若者共感論は、本当に若者に向き合っていると言えるだろうか、と。あるいは、こう問うても良い、若者に向き合う、とはどのようなことか、と。以下では、この論点を共有することを目的に、1、まず若者共感論が依拠する諸前提を論じ、その意義について確認する。ついで、日本社会の現況を一別することによって、日本社会の現況は、若者共感論にとってのいわば、資格、であること。そして、その資格にこそ若者にとっての根元問題があることを示し、最後にその解放についての見通しを述べることにしたい。若者共感論の前提。若者共感論は、問題は若者にあるのではなく、若者に葛藤や不安を与え、社会との関わりを希薄にする社会のそばにこそあるのだと、そう考えているように思う。実際、若者共感論はしばしば、世帯年収と子どもの学歴の相関を示すデータや、的な活動能力ばかりを重視する風潮などを示すことで、教育内容が的なものに偏重し、若者の市民性を養う教育機会が不足してしまうことこそが、若者の社会的、政治的な関与の希薄さの原因だと示唆している。若者共感論が、若者への市民教育の充実を求めるのは、民主主義の健全化を図るためだけでなく、若者の社会的、政治的関与の希薄さが、早晩、若者自身の生活や将来の展望に災いすることになると考えているからだ。社会的、政治的な決定が若者の働き方や評価のされ方、社会保障のあり方、果ては非常時の動員のされ方に至るまで若者の社会的成員としての義務と権利を左右するとき、本来、その決定に組みする資格を持ちながら、社会的、政治的主体として関与する動機や機会を持てずにいるのは、若者にとって何よりも大きな損失になる、そう考えているのだ。したがって、若者共感論からすれば、若者が現在と将来の困難に主体的に立ち向かい、様々な社会的課題にも積極的に関与するようになること、要するに市民教育が若者に十分に与えられることや、若者が市民性を発揮する機会が保障されることは、子供たちの、若者の幸福にとっての掛け金なのだ。